さあ、こんばんは、マーティンである脈、森、金ケです。歴史上には色い々ろいろな食べ物がある話ですが、今回は、えー、まあ、色い々ろいろあります。はい。三内、丸山人はどういうふうに食べたか。他社に縄文文化はいろいろあって、マダイやブギ、サバ、イワシ、ニニシン、タラなど色い々ろいろな魚が出動しており、グルメブイは現代人に顔負けで本当にすごいです。ヒミコはやはり健康的な食ですね。 これ、タンパク質、あの、植物取ったそうです。タニシクルミクイなど、いろいろメニューは豊富。餅の目はおこわで、うん。これ、咀嚼力がすごかった。魔ヨけの桃、本当に、いざ、何ですね、いろいろと。これ、パワーがすごいですね、はい。大肥ず、大月面の体も動く、本当にすごい。砂を退治したシオギの酒は本当に酔ってきましたね。幹部天皇が戦争を勝った時の飴は本当に硬い飴ですね、はい。 あとは、不老不死の果実、いろいろ、古代の天皇はいろいろあるけど、立花のことであること、時軸の核のみですね。はい。このフルーツを浪曲した。山と竹の原動力となったのはニンニクですね。はい。刑事元の方にも実は強調してますね。あゆつひもこの時代からですね、大体は。応人天皇が酔っ払ったのは古代酒。古代酒も、すごい。まあ、徳天皇、やはり大根が象徴。米一生の価値が、はい。ネギも本当に出てたしね。 ビンタツ天皇、これ、星柿も美味しいそうですね。はい。あとは、まあ、蜂蜜も救えたし、あとは、まあ、いろいろ、お香はすごいですね。はい。天武天皇、これね、肉禁止令が出されたそうでございますね。はい。これ、古代のチーズは本当に発酵させない奈良時代、本当に驚きました。はい。いやー、びっくりしました。というわけで、えー 上、旧石器時代から、奈、え、良、ー、時代までのご飯でした。バイバイ。